に歌いたいなと思います。前村千秋ちゃん、もう千秋ちゃんさ、さっきなんだっけ歌ってて、なんだっけは私大好きな曲なんです。はい、なんで、うん、あー、だってあれワンダーワールドで初めて東京の渋谷のワンダーワールドで初披露した曲で、思い出があるし、ゆうちゃんにそのこの間いつだったか何ヶ月前からの成長を見てほしいなって泣いた泣いた泣いたよ泣いた、もう笑ってるよ。本当千秋ちゃん大好き。その千秋ちゃんと一緒に歌った曲があるんですよね。私の最後、そう、最後に歌、いつも最後に歌う曲なんですけれども、今日はアコースティックライブ、アコースティックアルバムの告知も発表もできたし、この曲を最後アコースティックバージョンで千秋ちゃんと一緒にコラボで締めたいなと思います。曲振り間違えないでくださいね。え？曲振り間違えないよ。私もほんと一瞬タイトル全部忘れたから何の曲だったっけまさっけって言おうと思ったもんさあ、じゃあ最後の曲です。アコースティックだからって全然みんなおとなしくしないでいいからね。最後だから騒いで入りたいと思います。泣いてないですよ。
から千秋ちゃんもピンクだと思って違う違う、これはさすがにこんなにいい曲に宇宙服で行くわけにはいかないと思って、着替えてた宇宙服だと思ったよ宇宙服で行ったら雰囲気がちょっと変かなと思って、やっぱりすごいなー、あーすごいって言った後にやっぱりなありがとうございました